はいどうも、等速チュートレのつくもです。ということで、リライトことリルートパート25をやっていきたいと思います。小鳥の機嫌は昼頃には治っていた。なんだかいい匂いがしたのは行水したからだろうか。ちょっともったいない気がした。僕は女の子の匂いが好きです。いただきます。まあなんかめちゃくちゃ変態ですけどね。白い実を食べる。他の食べ物はない。これだけだ。緊急時とはいえ、食事のバリエーションはほとんどないに等しい。うまいけど、いつか飽きるなこりゃ。栄養補給だと思って、無心に食べるのがコツだよ。修行かそれは。確かにね、化けちゃいますよね。午後、リーフバードが戻ってきた。偵察の守備は待っててね。小鳥の手のひらで魔物が翼をたたみ動かなくなる。どう？近くでは大きな異変や強い魔物の気配はないみたい。ここがバレたってこともなさそうか。うん、今のところは一息タイム。張り詰めていた小鳥の表情に安堵が浮かぶ。小鳥はどうするの？寝直す。うんうん、いろいろやんなくちゃ。お仕事だし。体力平気か？うん、分かった。じゃあ俺は鍵の人を見張ってるよ。あ、そうだ。パワーアップしたいって話、中途半端に強化するくらいなら組手してみたらどう？武術の組手？武術というか戦い。願ったりだけど、誰が師匠をやってくれるの？差し当たってはこれ。出ましたね、木人。禁断の木人剣ね。戦うと言っても実はピンとこない。切っちゃっていいの？いいよ。それも廃棄する前のやつだから、動きも鈍いし、いい的になるんじゃないかな。怪我したら直してあげる。おう、やってみるわ。小鳥はスタスタと自分の仕事場に戻って歩いていった。放人なんすね。木っぽい人と二人っきりにされてしまった。タッパは80センチくらいか。武器になるようなものも持っていないし、いかにも雑魚系だ。間抜けな面になってないかこれ。まあいいか。とにかく模擬戦ってのを体験してみよう。木人の動きが止まった。勝った。勝利。ウィン。木人は今足下に砕け散っている。下世ね。木人の動きはあまりにもスローだ。そのスピードは、米だわら、米、マイジ、ベージュ、ちょっとわからないですけど、迎えたおじいちゃんと同程度。よたよたと歩いてくる木人を後ろに回ってどついた。結構硬くて素手では破壊できなかった。最後はブレードで叩くように破壊した。過去うまく切断できなかった。致命的な攻撃をしてくるわけでもない。素早く突進してくるわけでもない。なんというか作業感ばかりが強かった。こんなもんなのかという思いだ。終わった？経験値あんま入らんかった。解体処理しただけみたいな。そう？これ結構頑丈で力持ちなんだけど。チビモスの方がずっと強いよ。じゃあチビと喧嘩してみる？うん。おお。だあ！体当たりを食らって俺は吹っ飛ばされた。刃物とかそういうのじゃきついかもね。魔物って大抵タフだから抑止力になるって言ったら爆発物とかそういうのでないと。攻撃力が足りない。テクニックでカバーだね。しばらく遊んでたらいいよ。慣れて大事だから。そうさせてもらいます。チビモスと特訓した。完膚なきまでに叩かれるとはこのことだ。俺はチビモスにボコされまくった。やつの突進は弾丸のように速い。その圧倒的スピードには全く対応できなかった。突進そのものが直線的な攻撃であることは気づいていた。だから有効手は横飛びの回避。その後、土手っ腹や後方からの攻撃と相なる。いや、これが難しいの何の。昔トラックに引かれかけたことがある。
想像の中の俺は楽勝で回避できると思い込んでいた。ところが実際にはクラクションを鳴らして迫る巨体に指一本動かせる。その時はトラックのブレーキが効いていて、無傷で済んだが、しばらく硬直したまま思考が停止してしまうほどのショックを受けた。普段から慣れていないと緊急時には動けない。そういうものだ。同時にチビモスに対しても全く動けなかった。焦って早いタイミングで横に逃げようとしても、相手に軌道修正をする余裕を許した。ホーミング突進、チートだと思った。回避はギリギリでなければならなかった。理屈は分かっても実行は難しい。何度も失敗し、何度もどつかれた。ようやくまともに回避できるようになったのは12戦目くらいからだ。20戦目くらいには3回に2回は回避できるようになった。でもこの辺りが限界。いつでも 100% 回避できるなんて、するなんて無理。いずれ必ず敵の攻撃を受ける。逃走とは危機一髪な黒ひげにも似たリスキーな行為なのだ。攻撃にはまた別の難しさがある。ブレードの刃を潰して実際にヒットさせに行っているのだが、当てたと思っても外すことが多い。動き回っている相手との距離感をつかむのは難しい。そして逃走では位置や距離というものは目まぐるしく変化する。ラグビーボールをキャッチするのが難しいのと一緒だ。30回くらい模擬戦をして1回もかすらなかったというのが我ながら笑える。俺超弱というか、チビモスが素早くて強い。お前グレート、もういっしょ。素人に真っ当な、定点発射ですかね、は、無理だと分かった。ということで絡め手を解禁することにした。ブレードを一度崩壊させ、手首のあたりをリストカットする。さあ来い。ブレードを再展開せずに模擬戦開始。チビモスが突進してくる。俺は待つ。まず回だ。接近するチビモスの、進路から闘牛士のように直前で飛び抜く。ヒヤッとしたがまずは成功。ここで鍵のリボンのひらめきを印象する。俺の中距離戦術はあれと似ている。手首の傷口からエネルギーの帯が手繰り出される。ブレードを固める際に気づいた。ある程度なら固まる前に操れる。操作可能な時間は数秒に満たない。だが接近戦ではどのみち、それ以上の猶予はない。意志を持つ無知のように帯はしなり、チビモスの後ろ足に絡みついた。すぐに帯は固まって砕け散るが、チビモスはつんのめって体勢を崩した。横腹にキック。丸い体格が幸いしてかゴロゴロと転がった。おお、やった。ガッツポーズ。後ろで拍手が起こる。やったね。おお、小鳥、初の技ありだよ。見てたけどなかなか面白い使い方だね。本当はすぐブレードを作って切りつけられれば、切りつけられればベストなんだけど、タイムラグがあるからこういう連携だ。もうちょっと強い技があるといいんだけど。鍵の一部だから弱いってことはないんだろうけど、生命維持の方がメインだしね。いいさ、あるものをうまく使うよ。使わないに越したことはないんだけど。そのあたりはうまいこと考えておくよ。小太郎くんが戦うようなことにはさせないから。ん？ところで小太郎くんが持ってきたカメラってまだ使える？ああ、予備バッテリーもあるからまだ使えるはず。その辺の装備もおかけん時代の癖で荷物に入れてきてしまっていた。ちょっと貸してもらっていい？もともと小鳥からの借り物じゃ。いいけど、もちろんいいけど、何に使うんだ？魔物に背負わせて警察に使えるかなって。またできる限りずっと警察は続けたいの。そうか、俺の荷物にあるから勝手に持ってっちゃっていいぞ。あんたとまだ続ける。そうね、もうちょっと。怪我しないように。ピンと背筋を伸ばして歩いていく背中は普段のあいつよりずっと大人びて見えた。疲労を決意で支えて臨前と。10年以上小鳥はここでドルイドとしての契約を果たしてきた。未だに全容は不明だが立派なことだと思う。そしてその力で俺も救われた。恩を返したいか。偵察、よほど予断を許さない状況らしい。強くなりたい。コミックヒーローのように強く。
無理な話ではある。せめて年単位の時間があれば、もっと経験を積める環境にいたなら、後悔だけが山とある。今できることをしよう。決意を改めた。チビモスが足下に立って俺を見上げていた。チビ、もう一丁頼む。もし。ただいま。お疲れ。特訓はどうだった？気休めだった。一朝一夕にはどうしてもね。まったくだ。小鳥は穏やかな顔をしている。やんちゃな子供を見守る母親のような、俺という戦力は当てにされていないことがわかる。当然か。ちょうどリーフバードが舞い降りてきた。小鳥はそれを迎える。また飛ばしたのか。三度目にて候。カメラないけど。飛ぶタイプの魔物じゃバランス崩しちゃって無理だった。別の使い方を考えるよ。言いながらリーフバードを両手で包む小鳥。情報の呼び出しをしているらしい。強報。的を態度は穏やかではなくなる。この辺り一帯の森に魔物が大量に放たれてる。すごい数。空を飛ぶのもいるね。どうしていきなり。敵対勢力の排除。大物がやられちゃったから大ごとになったんだと思う。敵対戦力ってのも謎だよな。俺が見たのは生身の人間だったけど、本気で政府のスタッフだったりして。和製 MI メンインブラック対する魔物使い組織 MIR メンインローブス。それとやっぱり鍵を狙ってるんだろうね。魔物ってどんくらいいるの？数えきれないくらいの反応だった。10分歩けばエンカウントしちゃうくらいの密度だ。リアル RPG 来たな。経験値稼ぎするか。死ぬ。死ぬされる。死ぬされるんだ。あと森の外れの方に引き上げていく強い反応があった。あれは敵対勢力なんだと思う。少数精鋭みたいな感じだったし、撤退したのかもな。たことになったよ。制空権も取られちゃったし、魔物を広範囲に分布されるとまずいことが判明しちゃう。とは？魔物をいっぱい放すと地図上ではこの攻防のところだけぽっかりと空白になるの。だからやっぱり怪しいってなりますよね。空白ができてたら結界は外からの侵入も拒むから。認識はごまかせても地理上の実態は隠しようがないな。隠蔽する神通力が働いている。そのことに気づかれたらアウトだろうね。考えなきゃ。手伝おうか。ブツブツつぶやきながら小鳥はまた作業場に戻る。晩飯は？聞こえてないな。あれは俺は畑に実っている白い実をもいで小鳥に持っていった。地図とにらめっこしていて、にらめっこしてうなっていた。地図上には動物の形をした画鋲が円状の並びでプスプス刺してある。囲む範囲は工房エリアなのだろう。学校の敷地くらいありそうな広い円形だ。パワースポットから移動もできない。魔物を使った直感的な偵察しかできないから、情報の更新も難しい。厳しい状況だ。今の俺にできることはない。精神的に支えてくらやるくらいが関の山か。かける言葉もない。黙ったままその場を離れた。広場に戻るとカギがチビモスと遊んでいた。遊んでいるというか、鍵が拾った棒切れをチビモスも拾っている。同時に同じものに手を出してしまい、お互いに硬直している場面だった。硬直の理由はもちろん照れなんかではない。よく観察するとそれぞれ手と鼻にかなり力を込めている。拮抗しているのだ。普通人間だったらどっちかが手を離すか言葉で解決しようとする。魔物たちはそうではない。一直線に行動を持続する。多分これは動作プロトコルのバグみたいなものなのだ。本当の命ではない証か。引っ張り合ってるとはいえ、どちらも敵意はない。
さりとて好意もない。魔物に魂が宿らないなら両者はロボットに近い存在だ。ロボット同士の交流に意義はあるか。この姿から鑑みるに心の、深淵みたいなものには全くなさそうだ。鍵の振る舞いは往々にして無軌道だ。その視線もよくさまよっている。人間なら挙動不審、はっきり言ってアホの子にも見える。というかおおむねアホ子である。ただたまに何かを注視するとき瞳に深い、聡明さを感じることがある。鍵は人の形をしている。大地から生まれてきたときすでにそうなのだ。仮に鍵が地球の代理人だとして、死者だとして人の姿をしているということは、地球は人の存在を知っているということだ。誰に対しての死者か。そりゃあ人だろうよ。鍵は人を調べるために送られてきているはず。では人の何を。それを知る者は誰もいない。おい、ちびすけ、不毛なことやってんなよ。もう呼ぶとちびもすはだいたい足下にやってくる。気楽な動物のようでいて機械の忠実さだ。俺がしたことはゼンマイ、玩具がぶつかって進めなくなっているのを解消しただけなのかね。鍵もこっち来い。本当に来た。なんとなくだが、呼べば来るくらいの反応はするようになった。俺たちにすることはない。ということで、小鳥の迷惑にならないように、じっとしてようぜ。興味を失ったように、どこかに行こうとする。待て。伸ばした腕が体に触れる前に。触んなボケ、という勢いでリボンで弾かれた。今のはちっとも暴力的な行動じゃない。敵対行動じゃない。なのに鍵のリボンは俺の手を汚らしいもの扱いするみたいに弾いた。どういう意味。また手を伸ばす。また弾かれる。ちょっと体に触るくらいいいだろ。3度手をやる。鍵のリボンがふわりと巻きつく。俺の体が引き上げられくるり宙を舞う。一本背負いだ。どうぉ。ピタッと叩きつけられた。いってぇ、痴漢扱いかよ。自動防衛機能ってわけかい。 OK、 落ち着け俺。そんなんじゃないんだ。そっち行くと小鳥の邪魔になるだろ。だからこの辺りで蹴鞠ですかね、でもして、お高家様みたいにおじゃるおじゃる言っていようぜ。また手を伸ばして。また投げ飛ばされる。いってぇなぁにゃろめ。頭にきた。手で触らなきゃいいんだな。なら方法はある。仰向けに倒れたままオーロラ発動。手首から噴出した膜は蛇のように蛇行しながら鍵の足首に巻きつく。転べ。消え。俺のオーロラは確かに鍵の足首を掴んだ。だが瞬時に鍵のリボンが切断力を帯び、地面ごとざっくりと切り裂いた。俺の能力の根源に当たるであろう鍵の力は、被膜状態でも自在にオーダー切断の、属性を切り替えることができるのだ。強いじゃん。人の姿をしていたり、認識を拡大させて、見えにくくしたり、リボンでオートガードしたり、すべて護身目的だ。鍵は対話のための存在じゃない。人類と意思疎通を図るために権限したものではないのだ。いつの間にか鍵は再び俺に向き直っていた。なんだよ。毒気を抜かれてしまい、遊ぶ気はなくなっている。鍵は話が通じる相手ではない。間違えてあんな切断攻撃を受けてしまったら俺には防げない。やめだやめだ。誇りを払いながら立ち上がる。なんだよ、遊び足りないのか。お望み通り、もう解散だぞ。けど俺は勝てない戦いはなるべくしない主義だしな。それが人として賢い生き方ってもんだ。人。お、また喋ったな。その単語覚えとけよ。基本だ。人。俺たちのことだ。自分を指さす。人。鍵はそこらの木を指さした。違う違う、それは木だ。人ってのは俺みたいなやつのことだ。方向が違う。と鍵の指先を変更しようとしたら、3メートルくらいの、空中に投げ飛ばされていた。頑丈な俺じゃなかったら怪我してるぞ。鍵は俺を指さす。痴漢。
その単語だけインプットしてんじゃねえよ。女の子にはお触り禁止だとでも言うのか。当たり前が、後頭部をプニッと殴られて俺はつんのめる。小鳥、そのセリフだけで判断されても困るぞ。どう聞いてもセクハラだった。聞いてくれ、こいつちょっと触れようとしただけで人のこと投げ飛ばすんだ。何を告発したいのかさっぱりわからない。まあ確かにちょっと触れるだけでってもたら痴漢ですからね。鍵なりに学習だやーって。冤罪だ。鍵の学習能力は高い。人間界を監視するためにやってきたんだから当然だな。そうなの？どうしてそう思うの？人の姿をしているのは人に擬態するためだろ。隠れたり守ったりごまかしたり、そうやって何ができるかというと人に混じって目立たなくなる。多分俺たち人間をチェックしてんだ。鹿の赤ちゃんって生まれてすぐ歩くじゃん。鍵の学習能力が高いってのも同じなんじゃねえかな。早く溶け込まないといかんという。そうだとして、学習してどうするんだろうかね。さあね、鍵の役目って救済ってことだから救ってくれるんじゃないの。強いしこの人。救済か。小鳥はほーっと息を落とす。救済されたい。揉んでやろうか。胸を覆い隠す小鳥。肩だ肩。痴漢ネタやめて。電車の中だったら無罪でも有罪確定なんだ。疲れが抜けてないみたいだから遠回しに少し休んだらって提案だ。休みたいな。俺をこき使ってくれよ小鳥。頑張るぞ、体力有り余ってんだ。あまりお客さん扱いしないでくれよ。あんがと。でもやってもらえることってないんだ。それにこの遅れは私がサボってたせいだから自分で解決しなきゃ。サボってた？こう行ったりしちゃってさ。そんなの当然じゃん。ダルイドってそんなやること多いの？10年かければ森全体を支配することもできるんだ。今は工房くらいの施設と広さしかないけど、頑張れば要塞にだってできたの。鍵を守って助けるための。なるほど。でも学校に行ってたりしたからこの範囲でしかないよってことですね。守れるほど弱くないけどね、うん、この人は。生まれたばかりはそれでもやっぱり弱いんだよ。そういうところを狙われたりするとあっけなくやられちゃうこともあるそうな。やられちゃうことがあるんだって。人間だけが鍵を殺すことができる。そのセリフには深遠なものが宿っているように感じられた。だとしてもそれはあまりよろしくはない心理に違いない。神殺しという言葉が浮かんで消える。あるいは禁忌と。人間だけ？動物はたくさんいるのに。人間は狩猟がうまい生き物だからね。動物としては最も弱い部類。それでいて狩猟者としてはライオンよりも狼よりも強い。それが人間。でも鍵って見える人少ないだろ。たまにいる。私や小太郎くんみたいに困ったことに割といる。長い歴史の中で人は何度か鍵を殺してきてる。だから守りがいるのか。小鳥は今まで鍵をどうかくまってきたの？この10年近く鍵は行方不明だったんだよ。え？初耳よ。最近になって現れた。実は小太郎くんの家に行った時薄々感じ取ってはいたんだけど、見て見ぬふりしてた。どうして？学校やめたくなかったから。なるほど。鍵を見つけたら本格的に、まあ、かくまってね、守ってあげないといけないってことですからね。ドルイドという仕事、それは思うよりずっと重いものだったんだ。人生の全てをかけねばならないこと。鍵が旅をするならドルイドは付き従う。根付くなら守りを固める。そういう宿り人の契約。引き換えにドルイドには奇跡の力が与えられる。昔ならともかくさ、今の時代にはそぐわないよ。そんなでも
次はいる。そして奇跡はある。実際に私の手に無視はできないよ。シュンと小鳥は肩を落とす。辛いのを我慢してるんだろう。学校まで辞めねばならないほどの仕事が辛くないはずがない。生真面目な小鳥、物事を放り捨てたりできない小鳥、助けになってやりたい。今までにないほど強くそう思った。お触り禁止の小鳥さんにいいもの貸してやろうか。何？背中。後ろを向く。頼れる背中ってほどでもないけど、寄りかかるくらいはできるかも。借りよっかな。ご随意に。トンと当たるものがあった。女の子一人分くらいの重みがある。それは今の俺にとってほとんど全てと言えた。声は殺せても気配までは打ち返せない。おえつの波は背中を通じて打ち寄せてくるからだ。そんなかわいそうな小鳥にどんな言葉をかけられるのか。思いつく言い回しはなかった。小鳥は一人で抱え込もうとしている。俺はそれを支えられずにいる。手助けしたいという絶望をしようとも力が足りない。時間もないのだろう。焦ることさえ無意味なほど事態は差し迫っている。一体俺はなんだ。ぐるぐると周囲を漂っているだけの存在じゃないか。まるで月だ。地球のそばを巡る衛星。ああ、本当の月があんなだ。振り返って抱きしめたい。けど、それができない。今の俺と小鳥の寄り添わぬ関係のように。月は同じ目を向けて地球を回ると聞く。俺が小鳥に向けてやられるのもこんな後ろ向きのものでしかないのか。真正面から気持ちをぶつけて尽力することはできない状況と重なる。初めて聞く響きの泣き声が耳元にかすれた。小鳥、期待が背中に押し付けられる。なんで、なんで今になって鍵なの。どうせならどこか遠くで私の知らないうちに終わらせてくれればよかったのに。残酷すぎるよ。逃げたいよ。全部投げ捨て生きて、死ぬのはいいけど、生きたなら結果が欲しいよ。それは何？私にとって結果って、ねえ、それは一体。ぎゅっと背中がつかまれた。爪が痛いほどに。そうけ立つ思いだった。体は震えていた。怒り、歓喜、悲観。どれでもあって、いずれとも異なる巨大な感情のうねりだ。俺の気持ちはいつもはぐらかされ、遠ざけられてきた。告白した時も、優しい空気が二人を包んだ時も、小鳥は何も得ないようにしていた。怯えていた。いつの日か使命が人生の全てを食い潰してしまうことを小鳥は恐れていた。
だから何も愛さないようにしてきたんだ。遠ざけてきたんだ。誰とも深く関わることなく。けれど、どうして否定できるだろう。俺にとって、間違いなく小鳥は愛すべき存在だってこと。冷たい人間になろうとして、失敗してきた小鳥の人生を、愛おしく思った。肩にすがりついた手に俺も手を重ねた。体が熱い、心が高熱を発していた。架空の熱力は実在の運動量を欲望する。動け、走れと命じる。速度と質量の掛け合わせとなれと俺を急ぎ立てる。焦るなと己に命じた。その力は取っておけ。ただ走るだけじゃ意味がない。合理的に走る必要がある。その時をじっと待てと。だけど、ああ、理屈じゃとても収まらないこの気持ちだ。絶叫してすぐにでも行動したい。爆発したい。だから俺は自分をいさめるため一つだけ予言する。必ず走ると。それは自身への約定だ。近い将来、必ず全てを落として走る時が来る。ただ命を懸けるとか、単に絶対に小鳥を守るとか、そんな目的のない鍛脈とは違う。どこに向かって走るか、いかにして走るか、それを見つけてやるという決意の証だ。だって俺は凡人だから、特別な超越物ではないのだから。無茶できるのは一度だけだと思うから。唇を噛みしめ、聞く者の心を引き裂くような泣き声。前を向いたままでいた。夜中、根付いた小鳥の隣を離れ、切り株の椅子に座ってツールの、模索を行う。武器という発想はやめた。これはツール、道具だ。南極を脱するために活用する万能工具のようなもの。なぜ武器だと決めつけていたのだろうと今になって思う。重要なのは汎用性で、こいつにはそれがある。汎用性は様々な局面で俺たちを助けてくれるはずだ。そのことを念頭に置いて、いつでも柔軟に使えるように心がけようと決意した。うまく使う。合理的に使う。少量のオーロラをフックに変える。出来栄えや強度に満足すると、すぐに破棄し、次の造形を試みる。針、球体、棒状の突起、次々とイメージを反映していく。これは使い道があるわけではなく、模索の過程に過ぎないが、淡々と続けた。少量ずつ展開しているので、疲労もさほどではない。いつ頃からか、鍵は俺の手元をじっと観察していた。こいつは、オーロラを取り戻したいのか。この分ではしかし、自分が力を分け与えたことさえ満足に覚えちゃいない。自分と同様のものではあると分かってはいるようだが、悪いけど、返却はできない。これからもっと必要になってきそうなんだね。それに、工夫の仕方ってのもちょっと分かってきたな。近くの幹に向けて片腕を向ける。オーロラを展開。いつもとは異なり、筒状の輝きは手首からわずかに露出する。景色もゲームなどでロボットがよくマシンガンを内蔵している位置だ。過去ゲームの例えばっかでどうもすいませんね。気膜を丸めて血管と接続したそれは無音かつ高速で何かを射出した。次の瞬間、無数の針が幹に突き立つ。俺の体から切り離された針はすぐに凝固、崩壊のプロセスをたどる。崩壊は一瞬だ。幹には点々とした、刺し傷だけが残された。動脈の圧力を利用したんだ。今しげに、見えないこともない態度で鍵は顔を幹から俺に戻した。無言の聞き手は語りを誘い、俺の口も軽くなる。接着剤として使われたオーロラ、
こいつはどうも俺の血管を循環してる感じだったからな。動脈のポンプ圧を利用して重心バレル構造を再現してみた。ある程度は体内の加工も可能だってことだ。圧を使ってオーロラを噴霧すると思いのほか飛ぶんだな。噴霧したオーロラは次元式命令をキャストしてあって凝固過程で針に変化する。あとはまあご覧いただいた通りだ。無数の針を打ち出す散弾銃ってところか。威力の方は弱いし針もそう密着させられないからドスンと一発ってわけにはいかないけどな。厳正程度には使えないこともない飛び道具というところだ。ひとちぎりのリボンがいつまでも目減りしないのは不思議だが、まあ奇跡の類だしな。今のところ玉切れの心配はなさそうだ。あるいはその一切れに膨大なエネルギー量が存在するか。この力はぐるぐると巡る性質があるみたいだ。だからすでに巡っているものに対しては同調しやすい。血管とかな。お前のそのリボン、肉体の一部なんだって。両手首が繋がっているのは不思議な一致か、俺の読みが正しいのか。さて。まただ。賢者の瞳。お花頭とは思えないほどの知的な眼差し。鍵は演技をしているのか。いや、そうは思えない。機能。存在に付与された一種の機能。それが印象の断絶を与えている。人を観察し、判断するための機能。人生経験を必要としない最低能力。大地の子が下す判断とはいかなるものか。小鳥はお前を守るんだってさ。俺は、お前って存在がわからない。何のために存在するのか、守ってどうなるのか。けど、あいつがやるってんなら、手伝うだけだ。せめて、お前のする救済ってのに大きな意義があればな。鍵の顔を見て呼吸が止まる。笑ってるのか、お前。笑顔、感情の発露。だけど、こいつは、違うぞ。直感が告げていた。飛躍はいつだって異質の侵入を許す。鍵の笑顔は不自然で、今までの無邪気な振る舞いと地続きではない。この笑みにはある種の明確な意図がある。ひどく功利的なもの。鍵は見極めるものだとするなら、区別するもの、より分けるものとなる。いいだろう、その調子でやれ。そう囁かれた気がする。乱々と見開かれた目はピントの合っていないレンズのよう。ヒント？的確な例えじゃないか。鍵の焦点がどこにあるのか、今持って俺には分からない。小鳥でさえ知らないんじゃないのか。こいつの目的は一体。最初は幽霊としての怖さ、次に少女としての哀れさ。だが今や未知の存在としての恐怖が俺の背筋をいてつかせていた。鍵、人の形をしたもの。こいつはかわいそうな女の子なんかじゃない。はい、ということで、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。